さ。ライブ、なんかライブのアイコンがある。来てます。配信中です。来てます。はい、来てます。はい、来てます。オッケー。もうやってます。はい、始まります。はい、もう流れてます。これで。カメラ位置は。カメラ位置。カメラ位置。フェイスはなんか、はい、こんな感じで。まあ、後ろの二人で、はい。いや、フラスあえてちょっと前で。うちの下にもぶかしてる感じがある。もぶかしてる。はい。それで、いってます。はい。はい。音声もなんとなくいってる感じなんで、うん。はい。じゃあ、6時半ぐらい。もう7時半ぐらい。いや、全然違う。全然違う。あっという間、いろいろ作業するとあっという間にこの時間ですね。7時半になってしまいましたが、はい、ニューヨークはそろそろみんな、皆さんとか、さん5時半なんで。もう HFU さんが起きてくる頃ですかね。そうですね。謎の紫。藤色の怪人とか言われてましたけど。なんとなく今日のネタがだんだん見え隠れしてますが、今週も。やってきましたが、はい、ジョージ・ウエスト。よろしくお願いします。はい、この1週間の、一区空間情報系の話題を、特にオープン系が多いですけども、ぐだぐだ語る、はい、っていうところで、どれからいきますか。議事録を見ながらになると、はい、まあやっぱり放送時東京ですかね。はい。トイツ。瀬戸さんだけしかいない。行ったって、ああ、そうか。いやいやいや、そうですね。なんかもう、岡山行ってるから。あ、もう、イベント続きだとこうなるんだなっていう形で。まあ、僕はどこにも行かなかったんですけど。今週末は無理。今週末は、ご自宅でゆっくり。ご自宅で、はい。はい、何かしら。何かしら。人間を取り戻す。いやいや、もう十分。いやいやいや、人間を取り戻すためには重要なイベントでした。いや、そうですね。実際どう、まあ、今年はですね、代表が変わったという年もあるので、初めてそれで。初めてです。そうですね。そうか。森さんから岩崎さんに変わったのが、今年の総会ですから、6月、そうですね、正確には。で、まあ、岡山が、その前に、北海道、東海、岡山と来て、うん、そうですね、そういう意味ではカンファレンスとしては最後、うん、そうですね、ね、になるんですけど、無事に終わりまして、なんか今年のテーマは実はエッジっていう、はい、テーマを掲げていたにもかかわらず、その広報について一切しておらず、当日になってみんなそれを知るというですね、そうだったのかというのを知るというところから始まりましたから、いやでも今年のラインナップホームページで見ていただければ分かるように、本当にいや、これだけ多様化したかっていうのが正直な感想で、うん、本当になんか学校教育、まあ、地理院地図の新機能についてはもうなんかこれも恒例行事、これはなんか唯一恒例行事のように金沢の国土地理院の方にですね、話していただくという基調講演から始まるんですけど、事例セッション、それぞれタイムテーブル組んでても、うん、なんかどれとどれを一緒にしたら面白いかとかですね、なんかこうそれぞれで、盛り上がるかっていうのを考えつつも、結構なんかやっぱいろんなテーマになっていたし、まあ、今年はですね、特別セッションもまたこれが代表の趣味、うん、思考に基づいて、どういうこと？ GNSS 時代の位置情報活用でもう即位やるぜみたいなですね。そんな感じのテーマです。まあ、ね、まあ、これもちょうど導きが上がっていいタイプですね。うんうん、ねという今回しかもあれですよね、ホワイエとダブルセッションというか、はい、そうですね、最近割と2セッションセッションで増えてきたんですけど、うん、なんか蓋を開けたらちゃんと埋まって、うんうん、はい、でも奥山で埋まったんだからね、そうすごいですね、うん、ね、この時間結構がっつりですね、朝からパンパン。あ、そうですね、だから何て言うんでしょう、延長っていうか、タイムロスがあまり許されない展開で、司会やりながら結構ヒヤヒヤしてましたけど、うん、まあ、おおむね時間内ちゃんと収まってくれたので。YouTube ライブのアーカイブで残ってるのはコンベンションホールだけですか、はい、いや、ですね、ホールも確か、はい、なるほど、じゃあ、あとでまた整理して公開をすると思いますが、はい、ちょっと2つや、そうですね、もう詳しくは、あ、ただ今回はですね、ありがたいことに結構、
ター実況してくれる人が増えたので、うん、増えましたね。いやもう本当それがトゥギャッターでしたっけ。それがね、よくない、ね、よくないだからいいかって家に、あ家にいやながらして、まあ逆に言うとどうしてもこう家というか、うんうん、会場に行けない、まあ特にやっぱり遠隔の人も多い。そうですね、そうそう、でもなんとなくね雰囲気は、うん、伝わったのは良かったかなと。 でやっぱりあの映像も僕はちょっと司会してたのでやっぱり映像配信タッチできなかったんですけど、でやっぱりこうスタッフが少ない中で映像をこうクリアに配信するってなかなか機材も含めて案外簡単なようで難しくて、なんかまあ押し忘れとかっていうところも含めてなんですけど、やっぱりテキストでとりあえずライブ速報で残っといてくれると、うん、そうですね、映像が失敗してもねちゃんと残るので、そうですね、それは大事かなと、はい、逆に遠隔から見てるとやっぱり、うんうん、YouTube に映ったスクリーンの文字とか全然読めなかったので、うんうんうん、もう Twitter たどりながら喋ってるセリフと Twitter でようやく中身が見れる、うんうんうん、まあ後でスライドシェアとか出してくれる人もいたので、うん、あるんですけどね、まあ、そこの部分ではそうですね、こうまあ、現場に行けなかったんけれどもなんとなくお手伝いできること今度何かなみたいな考えると、うんうん、遠隔の人がもっと見やすく参加できる仕組みは、うんうん、いろいろここでもいろいろ Facebook ライブのノウハウは溜まってきてるので、ああそうですね、はい、CSIS Days も Facebook ライブだったりとか、うん、やってみましたけど、まあ、やっぱり2画面で出すとかも、うんうん、やっぱ海外のカンファレンスとかだとスクリーン、プレゼンテーション用のスクリーンと登壇してる人の絵と、うんうん、それがスク、まあ、スーパーインポートとしてセットで、しかも高品質で出すみたいなのがだんだん一般化してるので、うんうん、まあ、そこまで行くと、まあ、より威嚇になっちゃう人も出てくるけど、うんうん、でもやっぱり遠隔で参加できる人が増えるっていうのもすごく、もしくはそのバリアがすごい大事なので、うんうん、そうですね、だからそういうやっぱ配信担当の人をちゃんとアサインできるかっていうのも、なんか昔は某若狭さんみたいな、そうですね、キャラクターがいたわけですね、ので、まあ、そういう人材も含めて育てつつ、うんうん、ちょっと送り込むと、そういう意味で言うとあそこのコンベンションホールってその映像の信号とか音の信号とかを奪う方法があんまよく分かんなくて、うんうん、ちょっと配信泣かせなんです。そうですね。まあでも手持ちの機材でそこは工夫すればなんとかなる時代でもあるかなと思って、そうですね。あとあれですね、今回あの会場にいた人は URL 知ってましたけど、スライドなんですね、はい、あれも、うん、あの本格的に取り入れて、うん、両セッションやりましたので、あれはだんだん皆さん使い方うまくなってきましたね、うん、スライドでもアーカイブ、それアーカイブというか、質問見えなかったんですけど、今見えますスライド、現場ライブの時にやり取りしてたのが、はい、後から確認したら見えなかった気がするんですけど、ですね、それは会場にはそう、2画面式2つ、なんだろう、プロジェクトを使わなかったので、会場には直接表示をせずに、司会がそこから適当に質問を拾って読み上げるっていうスタイルっていう感じで、その質問は外部からスライドのサイトに行って見え、はい、見るんですけど、はい、書き込みもちろんできるんですけど、セッションっていうかそのプレゼンテーションが終わるごとに1回アーカイブで全部クリアにしてるので、そういうことなんですね、はい、で理解しました。今、ホールの方については全部実は戻して、なるほど、はい、元に戻して、アドミン権限だとあれアーカイブしたら見えます、ね、はい、そうですね、はい、なるほど、ので戻すんですけど、うん、まあこれもやっぱりさっき伊藤さんおっしゃったように徐々に運用が、できるようになってくる。あれ逆に言うと、アドミンだとアーカイブしてた後エクスポートできるんですよね。そう、ただですね、それはフリープランだとエクスポートできないです。おー、なるほど、あれはできないんだ。うまいビジネスプラン。なるほど、うまいプライシングプランのマニアックな話は。そうね、なるほど、じゃあフリープランだと、はい、やっぱアーカイブをもう一回、何でしたっけ、戻すんですかね。リストア、リバートかな、リストア、うん、リストアしないといけないけど、はい、リストアってなんか一個一個リストアしない。ああ、まあそうなんですけど、はい、それはもうダーッとしてみればできる。力技で。ただですね、今日やってみて気づいたんですけど、はい、リストアすると、なんかリストアした時点のタイムスタンプに変わってしまうので、あ、そうなんだ。そう、結構そこが、なるほど、かゆいところに、なるほど、課金なのかこれはみたいな。あ、よくできてる。よくできてますね。なるほど、なるほど。だんだんストライドの裏側が見えてきました。見えてきましたね。あとはそうですね、こう独自のロゴが
フリープランが載せられなかったり、カスタム URL の制限があったりとかもあるので、やっぱりそこの、あ、こんな質問があったんだっていうのと、こういう回答があったんだっていうのがきちんとアーカイブ、うんうんうん、きちんとアーカイブされるといいし、運営側もそれが手間なくできるといいところが、ね、なるほど、エキスポートの機能有料プラン知らなかったな。なるほど、いろいろそうですね、これアドミンでやったことある人しか分からないけど、うん、まあでもあのノウハウ貯めて貯めるしかないですね、しかないですね、今後どうしたらいいのかちょっと引き続き、はい、あのここでシェアしないといいんですかね、うんうん、でもやっぱまあそうですね、この前 の, あのカートのシンポジウムも普通にやってましたし、はい、あのスライドは本当にオープン系のイベントだったら当たり前みたいな感じで、確かにあのマイク回しをする時間ロスも結構バカにならないのと、ね、うん、その人がどのぐらい長く喋るかみたいなのもあるので、そこは非常にあの、うん、タイムスケジュールを管理する側にとって非常に便利ですね。なるほど。あれですね、あの話は脱線するかもしれないですけど、ICC 東京ぐらいになったら、うん、スライド当たり前だにしとくぐらいのノリは必要かもしれないですね。もう今のうちからあの運営側に、え、もう質疑応答はスライドでいいですよ、ね、はい、プロジェクターのサブスクリーン欲しいですね。欲しいですね。そのホール1画面じゃないですか。うん、もう1画面あるといいなっていつも思う、ね、そう思いますね。一応ね、2画面にするモードも確かプロジェクトの切り替えあるんですけど、小さくなっちゃうんですよね。そう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 、でまたマニアックな話を展開しますけど、駒場の会場の運営の仕方ですね、うん、ただサブスクリーンぐらいがねあれば、まあそれは東大駒場に限らず、ね、全国どこでやるかわからないので、むしろ小型のプロジェクターなんかと、あと持ち運び式のスクリーン持ってそれでもいいのかもしれないけど、今回あれですよね、すっごいどんな話になるわけですか。あの会場知らない人には全く分からない話。ホワイエの方は壁にプロジェクターで映してて、はい、あのモニターは別に使ってましたよね。そうです、あの逆にあのモニターはスライド用に使いました、はい、で、ね、はい、で逆に言うとあれをコンベンションホールに持ってってもよかったわけ、ね、うんうん、だとするともう1台プロジェクターを用意しなきゃいけなかったので、あそこはとっさの対応で、なるほど、現場判断でやりました、ね、おお、いや、すごい新しい使い方だなと遠隔で見てて思いました、うんうんうん、あ、そうです、現場よくしてるだけにだからそうです、ホールの方は、一般セッションは全部僕が司会をしたので、もう司会判断で質問を読み上げる、なるほど、で、できるだけまあ分かりやすいようにいうつもりがこう伝わらなかったりとかですね、まあそういう問題もありつつだろう、いや、なんか全体としてこの発表面白かったって、例 の, その、はい、GNSS の含め、あ、 GNSS 特別接種はですね、申し訳ないですが、あの懇親会の設営をしていたので、これ一切聞く余裕がなく、盛り上がってたけど、これはもう、あの新代表の方にまた後日いろいろ語っていただければと思うんですけど、そうですね、やっぱり、うん、まあ、ウェブ周り、ベクタータイルズ周りとかも、あの相変わらずですね、エッジの効いた発表多かったんですけど、2つ大きくあって、1つは、これ、あの、この頃、毎年、韓国のコリアチャプターから来ていただいて、交流発表みたいな形をしてもらうんですけど、あのマンゴシステムの、はい、あとの、その、発表の中で、いろいろ、その、マンゴシステムで開発している、特にあのジオサーバー、ジオツールズ、ユーリーグを組み合わせたマップツールがいくつかあるんですけど、なんかあの、誰かが後でコメントしてたように思うんですけど、マンゴ、マンゴ DB っていうのは結構実は前からあるんだけど、日本でなかなかその裏側とか使い方を聞くタイミングが今までいまいちなくて、でグローバルなカンファレンスに僕とかまあ何年か一遍出てるので、なんとなくこうオーバービューは分かったんですけど、今回のようにこう割と踏み込んでこういう実装してるって話を聞けたのが実は僕は初めてかな。で周りの人もやっぱり名前は知ってたけどどういうものか分かんないみたいなっていうこともあった、非常にそこはこう新しい広がりがあっていう、で結構やっぱレンダリングを含めて処理も含めて早い、早くこう処理できるっていうのもあるので、もしかしたら使う人が増えてくれると、これはこれでいいのかなと思いましたっていうのが一つ。それからもう一つがあれですね、多分本邦初ポスト GIS 派
マイ SQL 派が一堂に返して同じセッションで話すというですね、イルカのぬいぐるみが配られた写真を見た。あ、それは前日の反応ですね、ですね、はい、本編でも、本編でも、まあ、あのオラクルの山崎さん、はい、山崎さんとあれですね、ボイルドオレンジセブンスリーさんがこうガチでやるというですね、まあ、これを見たいがためにフォスフォージーやるっていうのもね、ある程度あるのかなと思いますけど、懇親会でもこう黒い画面が2つ並んでですね、イチャモンひたすらフォスフォージーからつけるという感じだったらしいですけど、ただでもあの非常に穏やかに、なるほど、はい、でも日本のポスト GIS、本当にボイルドオレンジさんに支えられてる感じですね。そうですね。ドキュメントから、キータのノウハウから、結構そうだなと思って。ここで、そうですね、そこであの勉強会やりませんかとお誘いがあり、で、会場からのスライドへの質問は、その両 DB の合同勉強会はできませんかみたいな話があってですね。関心の高さを、それは場所どこであるかですね難しい質問ですね、難しい感じですけど、うん、いやもうなんかいくらでも、まあ大学みたいなところは全然ありですけど、ありですね、なんかせっかくだから盛り上がりそうなところ、あえて Google Japan とかなんか Google の人が寄って後ろから持ってやれ、いいぞ持ってやれそういう煽るみたいな、そうですね、でも MySQL でもあの山崎さんの発表にもありましたけど、ウシャヒリとかは確か標準的なパッケージ DB は確か MySQL だったので、うんうん、まあ、後ろ組み替えるのはいくらでもできるはずなんですけど、標準はなんかやっぱ MySQL だと確か思っていて、その一周にもやっぱりウシャヒリのチームから投げられるみたいな、投げてこられたみたいな話があったので、なるほど、そういう意味ではそうそう、もう非常にこれこそフォスフォージーだなっていう、フォス、逆に言うとフォスフォージーじゃないとなんか聞けない、そうですね、体験できない、 SOTM じゃないですね、そういう話だし、なんかこう学会、あの一情報系地情報系の学会では多分味わえないようなガチ技術の発表を聞けたっていうのは、なるほど、良かったかなと思いますね。早速西島さんが、はい、いろいろスライドはサイト書くのめんどくさいんだよねって、まあ、そうですね、アドミンじゃないと書けないし、そう、ね、うん、そう、なかなか複数人で分担って難しいんですよね、はい、うん、回答じゃない、リプライがつけられない、つけないですね、そうそう、一般の人はリプライつけられないですよね、あ、いや、アドミンでもリプライっていうものがないので、いや、アドミンできます、ありました、お、アドミンリプライできます、アドミンだけしか確かに、あ、だけしかできない、できないはず、そういうことですね、回答はめんどくさいですよ、なるほど、アドミンがテンパるともう無理、あれですよ、なんか、ジオメディア、交通ジオメディアサミットで、太田さんが一つ、そうそうそう、全部にね、リプライ。リプライって、あれ、リプライでしたっけ、リプライだから、内容はリプライで、形式はリプライじゃないんですけど。うん、もうだから、あの、一般ユーザーモードひたすら、なるほど、裏技を。なるほど、それは、あ、なるほど、やっぱり運用の仕方次第で。そうね。なるほど、なるほど。そう、だから、それが、どこまで届いてたかわかんないんですけど、まあ、彼すげえな、そういうところの律儀さは。なるほど。感じですね、なんていう、はいはい、話をしてると、一番目のときですね、終わらないって。いやでも、それだけのね、1年に1回の一大イベントです、ね、そうですね、祭典ですからね。なるほど。鎌田さんが、鎌田さん、ね、来てましたね。もうね、一日中、いや、でも鎌田さんも、あれですね、一実況民として、そうですね、確かに、ひたすら、1ヶ月分ぐらいのツイートしてたけど、チリの佐藤さんも復帰した、あ、そうですね。チリの情報、普及課、普及課長さんですね、はい、出口さんに続いてですね、なので、いやなかなかもう嬉しい、そうですね、そう、お役者揃ってきた、やっぱりすごいですね、地理院の夫人が熱くなってきた感じが、熱いですね、誰に代わっても安心して、安心して大丈夫だろうなみたいな、その人の、そうですね、しかもその人のやっぱりなんか個性がちゃんと出てて、うん、こう藤村さん時代はガチ技術の話をし、出口さんの時代にはこう分かりやすさとパートナーネットワークの普及みたいな話がやっぱり前面にで、今回の佐藤さんについては災害対応とかですね、そういった話がちゃんと出てっていうふうに、やっぱこう個人のそれぞれ演者のそれぞれ得意とする分野もちゃんと織り交ぜながら話すという感じでしたね、うん、そう、あれ佐藤さんの発表を見ながら、あの鎌田さんが昔細掃除で発表したスライドと比較してみたいな、うん、
いや、本当そうですね。未だに僕はやっぱ鎌田さんのプレゼンの資料が頭に焼き付いて、すごくエヴァンゲリオンをリスペクトした表現の仕方とかも含めて明らかに国土地理院のお役人の方じゃないプレゼンをあの時やってのけたっていうのも含めて、でこれとこれとこれやるぞって言ってやったじゃないですか、はいはいはい、そこの部分も含めてやっぱりなんか時系列で追っていくとやっぱすごい面白いだろうなって、そうですね、だから地理の凄さをまたこう再確認できそうな気がして、あれは多分飲み会のネタにすごい何が言いたいのかというと、はい、今度ライトニングトークで地理院じゃない人が過去の細尾寺院の地理院プレゼンを検証する、検証するフライLT見てみたいなみたいな、そうですね、そうそう2009年ですよ、細尾寺院統計始めて2年目、国土地理院の細尾寺院への取り組み、うん、そうだ、はい、この辺もそう、ね、この辺からだんだんこうテンション上がっていく映像とかどっか電子国土ですもんね。明治時代の GIS 技術勉強会やったのが2010年が最初。そうあの頃ですね。あの時に多分藤村さんが一番最初に話してるんで、そうです。藤村さんのデビュー戦。この頃まだこっから地理空間情報部業務課長の頃っていうですね。ちょっとね、スライドシェアが。サービス停止しないように一応ダウンロードしとっときまあリンクトインは大丈夫、まあ大丈夫ですかね、まあ他に売られない限り、はい、うん、リンクトイン今マイクロソフト系列ですかね、あ、間違った、あ、そっ、あれ、そっか、あれ、そうでしたっけ、なんかあれでしたよね、マイクロソフトのニュースあんまり聞かないですけど、マイクロソフトが買収した、まあ、まあ、すみません、はい、だいぶ、なんていう感じで、うん、はい、で今日の議事録で言うと、はい、ポケモン GO のネタが入ってる。いつでも冒険モード。そうそうそう、はい。これも最近の話です、ね。最近です。すごいですよ。まあ、1週間どのぐらい歩いたか全部見える。見えますし。5キロ歩くと。3人とも一応テニスですから。そう。25キロは結構大変ですけど。何週間ぶりの起動だろうって感じになっちゃう。いやいやいや、そう。でも、先週は僕25キロ歩きました。歩きましたね。うん、その次は何でした？45キロでしたっけ？こうあります。次、はい、あれが難しい。それはちょっと無理だ。車生活をしてる自分としては、ね、全然です、ね。リワード50キロ。5キロ。あ、50キロ。50キロ。1週間。でしかも徒歩というか車じゃないスピードで歩かない、歩いたカウントだけ必要なので。いやー、まあ、これです。いつでも冒険モード。はい。オンにしないと。オンにしないと。これ消費電力が大丈夫かとかですね、なんか事前いろいろ言われてますけど、結局あれアップルだと、ヘルスケアとほぼ同じ、はい、アップルウォッチとかも含めて機能で、グーグルでもなんかあるんでしたっけ、グーグルもあった気がしますね、なんだろう、まあいろいろナイキプラスとか、うんうん、ストラバとかも含めて、やっぱり取れた見せる、初めて見たことなので、まあそうですね、うん、合わせてイングレスプライムのリリースも含めて、あのナイアンティックがちょっとこのところいろいろ新機能、うん、新アプリは出してきているので、うん、でもあれですね、そう僕フェイスブックでつぶやきましたけど、はい、この辺のメジャーアップデートが出たんで、オープンスマップの地図データも更新されるかと思いきや、全然更新されない、ね。されない。結局この1年間で、まあ、去年の11月末付けで全部 Google マップからオープンスマップに切り替わり、はい、年明けて1月ぐらいでしたっけ、1月中旬ぐらいに更新されてて、年1年間で2、3回更新されたかどうかで、この半年ぐらい更新されてないはずなんですよ、ね。でそれはどういう意味があるのかっていうのはちょっとナイアンティックの人は相変わらずこう教えてくれない聞いてもなので、いや、イングレスプライムのローンチに合わせてデータ刷新するかなと思ったら案外そんなこともなくて、プラス、昔 GIS NEXT でナイアンティックの河合さんとかに、インタビューした時にやっぱり3次元街を長官表示する、うんうん、ことはすごく意識されている、うんうん、街を三次元的に捉えるっていう視点でそのこう調整をしているっていう中では
イングレスプライムで、はい、ついにオープンストリートマップの、フロアというかレベル対応で3次元の建物立ち上がるかなって期待してたんですけど、せず2次元、まあ、またちょっと、ね、張り付いててデータも更新されずなので、いやなんかどっかのタイミングでオープンスマップを切り捨てるのかわかんないですけど、もしくは何か企んでいるのか、オープンスマップに少なくともオープンスマップのデータにコミットしてる感じはない、うん、なんかこの停滞感はちょっと、うん、何か考えてんだろうなみたいな、そこまで手が何に回ってないのかわかんないですけど、はい、いずれにしても、ステートオブザマップ今年のイベントのスポンサリングやりませんかって声かけたら、はい、回答なしの状態なので、はい、今週末のステートオブザマップアジアもそうです、ね、ロゴを入れてほしかったなと思ってるんですけど、ナイアンティックさんからは返事なしでした、うん、はい、うん、なのでまあどうなんでしょうね、まあ、本業はしっかりやってるから、ね、本業はしっかりやってるんですやっぱり AR 系の技術にかなり投資はしているので、そこに重きを置いてるのかなとは思ってるんですけど、あの結構イベントも多くて、場合によっては運営側がボコボコにされてたりで結構大変だなって横から見てて、都市部とかってサーバーのログインできない、うん、まあ、この間のコミュニティデーがちょうど都市と同じ日だと某を嘆いていた人がいましたから12時から3時はちょっと困るんですけどみたいな、でも結局サーバーまた止まっちゃいましたね、まあいろいろ苦労してるところはあるので、なんかでもそれだけやっぱアクセスする人が多いってことなんですよね。だってそうですね、ナイアンティックでこれまでのこう、ね、積み重ねで当然対策って全くしないわけではないじゃないですか。それでもなおある種想定外の結果になるってことなので、なかなかそこはそうですね、まああんまり舗装地的なアプローチからすると、うん、あんまり役に立てることはないのかもしれないけれども、うん、なんかこう技術、うん、純粋な位置情報の技術の議論の場になんかそろそろナイアンティックのメンバーとかでこう出てきて技術発表とかしてもらえると、うんうん、それはそれで舗装地なり面白い話が、うんうん、昔世界カメラとかあ、まあ、いろいろ井口さん出てきてくれてとか、うんうん、まあ、やっぱりちょっと旬な技術の裏側みたいなのが垣間見れる場になるといいんじゃないかなと思うと、うんうん、そろそろもうちょっと、うん、中の人たちみんなやっぱり知った顔の人たち多いので、うんうん、なので初期の頃の舗装地東京とかGoogle もグッズ提供してくれたり、割といい環境を作れたので、最近 Google との接点、掃除的にはあんまりないないですね。確かに。っていうところはもったいない。うん。Google なりなんやっていくかり。そうですね。特に最近だと、そのグローバルカメラスとかだと、ね、こう分散クラスタリング処理、うん、まあ大規模地図データの分散クラスタリング処理とかも、本当にそっちサーバーサイド系、あとサーバーレス系の発表なんかもね、結構増えてきてるので。なんかそういうところで本当は技術的な意見交換できたら面白いかもしれないですね。ということで、うん、あのお待ちしてます。来年は新潟新潟です、はい、新潟来年新潟宣言しましたからね、はい、なので新潟9月から10月上旬ぐらい、うん、もう一応今、はい、そうこの時期はやっぱりもうイベント集中するので、そうそろそろなんとなくこうやっぱずらしてもらえると、うん、嬉しいな、うん、もうちょっと手伝えるのになな気はしてます。はい、よろしくお願いします。ということで、次マッピラリーモバイルアプリ SDK リリースですね。はい、これも約1週間前に満を持してですね、うんうん、今まであの API REST API とかは実はもう出してたんですけど、うん、満を持して、モバイルアプリ用の SDK を、うん、それはどっちですか、使う側、それとも取る、記録する側ですか。記録する側ですね。そうですね。なので、サードパーティーアプリから、データ投稿ができる、可能になるっていうのが結構大きな。おー。iOS 版。取ったデータをオープンストリートカムと、まあ、オープンストリートカムいけるか分かんないですけど、マッピラリのと、理想はやっぱり、取ったら両方にアップロードみたいなこととか。そこもできると面白いな。自作マッピラリーアプリが作れます。そうですね。まさに。それなんかハンズオンとかなんか面白そうですね。そうね。ここはなんでココアポッツでしたっけ、うん、でできますとか、ウーランドロイドの
SDK もあるし、うん、iOS ですね、うんうん、でライセンスは MIT、うん、という感じですね、うん、まあ、攻めてますね、いろいろハックできそうですね、うん、あとは普通にあれですね、あのウェブサイトのビューアーが速くなった、あエクスプローラーの表示が高速化したっていうの、したの、純粋にあの盛り上がりました、うん、早い早いみたいな、ね、そこ、まあ、やっぱりデータ量が多くなるっていうね、まあ重いぐらいまであんまりなんだろう感じたことはないですけど、うん、ただもう明らかに速くなったっていうのが分かるスピード感ですね、うん、この間はだから SDK 出る前まではこうストリートレベルのイメージを表示するJS、うん、マッピラリー GLJS でしたっけ、うん、はすでに先行でリリースしてたので、なんかウェブツールでそういうのを組み込むのはできてたんですけど、これもうモバイル用のアプリとして作れるようになったというところですね。いやマネタイズどうしてるんだろうってなんかよく聞かれるんですけど、いまだにあまり外側から見えないんですけどこれオープンソースで出しまくって大丈夫なのかみたいな、うん、まあでも逆にまあ安心、ランプ全部まあ状態になっても引き継げるものは引き継いでもらえるみたいなところでは、そうですよ、ね、今のところまあそれ気にはなりますけど、うんうん、まあ、今のところはみんなアクティブにがっつり動いてくれてるんで、うんうん、僕らも応援できると、ね、はい、全然あの雑談に近いですけど、はい、じゃあ、うん、もうすぐ10万枚写真アップロード達成できそうです。今9万4000枚です。これはランキング的にはどのぐらい、まあ、じゃあ全然チェックしないですね。とりあえずまず自分で10万枚アップロードすればそれなりにノウハウかなみたいな。でなんか日々頑張って10万遠いな、10万が見えてきました、あと6000枚、はい、ですね。でいやいや、あのやっぱすごいライフハック的なことじゃないですけど、はい、こうや基本僕は割とスマホベースで、うんうん、専用のスマホ、ああなるほど、僕真っ平に専用スマホ、これすごいですね、で専用スマホ、アンドロイドのトルク、はい、専用スマホで、うん、やっぱり熱が46度超えると不安定になるので、うん、ここに冷えピタっていうか、あの冷やす貼ったりとか、はいはい、あとそう、結局アップロードを安定して行うのにやっぱり普段使いのスマホでやっちゃうと、あ、不安定でちゃんと全部アップロードできないので、まあね、これはマッピラリ用みたいなスマホ決めてそう、マッピリ用ですね、回線もそっちでやってる、回線は Wi-Fi で、ああ、ね、Wi-Fi がつながると、まあ、どんどんアップロードするようにしていて、うんうん、でしかも、ワイヤレス給電、はい、タイプなので、もう取ったら置く、アップロードするしっぱなしみたいな、それの繰り返しでようやくノウハウというか継続して手間なく負荷なくやるにはどうしたらいいのかっていう、2代目っていうのはすごい手間です、ね、手間やっぱもうでもマッピラリ専用をスマホにしないと無理、あ10万枚とは全然無理、まあ、状態なので、はい、ちなみに今世界トップ50位のランキング見てみると、はい、100万枚の回ですね。あと10倍か、1桁違うっている10倍かまだまだ上は、ね、あのトップランカーたちを見ると日本人だとどのぐらいですかね、ジャパンとかで見ればいいんでしょうか、どうでしょう、じゃじゃーん、じゃじゃーん、目黒さんとかギアさんとか来るんだろうなとは思うけど、来るんだろうな、まあ、はでも、おあでも、あ日本人では今のところトップ、ナンバーをやった知らなかった、いつの間に16.9 やった、タン、はい、カルさん13.8万、もっと上がいると思ったわーい、なんか日本ナンバーワンであることが現時点では頑張った、あ10万枚いかなくても1位取れるんだ、でもこれはね今月、あ、じゃあオールタイム見てみましょうか、あそうそう、ほらやっぱ上がいる、あ全然あれやっぱいや 1.7、あ、100万枚だ、やっぱびっくりした、
あ、いや、そんな軽くは来られないのかなと思って、マンスリーでっていう。そうですね、10万枚だと。あ、僕今78万枚、あ、これあれかな、容量キロ、キロ、あ、容量ですね、あ、キロ単位か、あ、移動、でも、あ、でも、あ、移動距離ですか、ね、ちょっとですね、でもアップロードイメージ図枚数な気もしますけどね。まあ、そっかそっか。なんか、で、キロはキロで。でもこれ7万8000。じゃあ、集計が多分、少し追いついてるのかもしれない。なるほど。あ、でも、すごいっすね。今、日本ランキング14位。はい。なので、もうちょっと上を。この人は何者ですかね。でも、なんかこれ、アカウント的に何か、特徴は、上は。ああ、なんか顔も見える人が何人か。ああ、そうですね。でもやっぱり100万枚ですね。はい、うん、あ、目指せ100万枚。目指せ100万枚。はい、頑張ります。はい。はい、ということで、マッピラリー続々。マッピラリー。はい、要注目。で、次は、はい、What's Rewards、はい。はい。ですね。ソニーが出資したということ。ああ、そうですね。ということで、割とオンラインでは、話題にはなってて。どうなのっていうコメントもあれば、ありま、まあ面白いよねっていうコメントもありで、What's Rewards、もうリリースして結構経ちますよね。そうですね。なんかあれって何の時でしたっけ？なんかのカンファレンスの時に、うん、その中の人が来られてましたよね。日本に来てましたよね。で、秋葉原でなんか食事したらすごいマニアックらしいですけど、OGC だ。OGC のカンファレンスで、そうそうそう。お釣りワーズ。OGC みたいな、そういうところに顔出すんですね、人たちは。まあ、もともとイギリススタートで、そうですね、うん、スティーブ・コーストも最初関わり、うん、あとジオベーションハブを拠点にしてたりで、うんうんうん、結構やっぱりイギリスの要素が強いかなというイメージを持っていて、うんうん、かつ、とはいえ多言語化をきちんとその後対応もしてきたし、モンゴルで、モンゴル政府が採用したっていうのも含めて、うんうん、割と、こう、ビジネスモデルも分かりやすいというか、うんうん、ここの部分ではすごく、まあ面白いなっていうのと、個人的に気に入ってるのは、やっぱり、上田さんのロカポとか LP アドレスもそうですけど、言葉でいかに、正確に、でもなるべく少ない情報量で正確な位置を共有するかみたいな、そこのこうは言葉に発音とかをちょっと意識して位置情報短縮ワードみたいなものを作った技術としては多分ロカポ以外あんまり共有はない、ない、うんうん、でかつ、まあ、多言語に対応しているのもそうだし、おそらくビジネスモデル的に、うん、今はまだあんまり関連性のない言葉が3つ出てきているけれども、あそこに意味付けを行うことに付加価値を出して、うんうんうん、こう位置情報よく、うん、すごく学べるとかで3つのワードをつなげるとなんか古橋研究室にポイントされる、うんうんうん、そういうのに年間いくら払うみたいな、うんうん、そうですね、そういう、まあ、広告、新しい位置情報広告のあり方ですから、そうですね、そ、売り方はいくらでもできそうですよね。まず、まあいろいろラーメン二郎一番それで1号店ちゃんとペインポイントで言うみたいな、そうですよね。そこはいろんなパターンをしかも多言語で表現できる、うん、日本語でいくら英語でいくらとか、なんかできますよね。で、確かにテックランチのニュース記事見てると、やっぱり出資の理由の大きな一つとして、うん、音声で入力してピンポイントの位置が表示できるっていうのが大きな理由だと、うん、で、やっぱここにも書いてありますけど、メルセデス・ベンツとか、まあ多分自動運転だったりこう、うん、なんていうんでしょうね、入力レスって言ったらいいんですかね、あの運転中って当然タッチパネルとか押せないので、うん、まあ、それも喋って目的地を認識するっていう意味では手を離してできるし、そうですね、多分アレクサ、グーグルホームとスマートスピーカーは、うん、あ、そうですね、ワッツ・リワーズは標準装備みたいなのが多分彼らが目指してる理想としてるだろうなと思います。考え方なんで、一番
細かい粒度に名前はついてるけど、それをまとめた粒度にはつかないんですよね。そう、そこの発想的には、うん、ロッカポみたいなその内包する、もしくは内包するスケール移動みたいなものは概念的にない、うん、ない、うん、あれはなんかもう完全に3っていう数字にこだわってるだけですよね、うんうんうん、そう、3つのワード 3m×3m、うんうんうん、それだけ。ちょっとでも動かすともうね、全然違うワードになるっていうところ、うん、結構だからうち自宅とか思ってもあのどこ特定するかで畳2枚ぐらいするのでレベルとも別に違っちゃうんですよね、うん、あとやっぱ垂直方向がないからなんかマンションとかだとすごく使いづらい、うんうん、あ、それはありますね。垂直方向は、あれどうするんだろうな、どうする、自分たちがワッツリーワードだったら垂直方向どうやるとスマートですかね。あそこあのまま3次元対応を、うん、表現は変わらずに3次元対応の情報まで入れていくか、うんうん、そうですね、高さ方向か、なんとなく何メートルいったら変わるみたいな感じなんですか、うん、でも使う側からした時に何回っていう情報を結局人間の頭の中でコンバートできない仕組みだとツールに依存せざるを得ないってちょっともったいない気もしてて、なんかああいうこう言葉の組み合わせの中で聞いただけで、あ、これは何回だなっていうのが分かるようなこうルールがもしはめられるんであれば、でももう一個言葉を追加することは多分 しないはずなので、まあ、すごい素人っていうか誰でも分かるようなこう感覚でやると、例えば濁音が1個ついたら1回とか、あ1個ついたら、うんうん、フロアプラス1とか、濁音2個あったら、それはすごくローカルで日本語でしか対応できない、はい、そういう言葉の中で例えばそれが何でもいいですけど、重複してる文字列が1個あったら1回プラスみたいな、分かんないですけど、いやなんかそういう、まあ、別に数字入れてもいいかも、あ、ダメだろうな、分かんないな、数字入れたらどうなんだろう、なんか言葉の中に数字と読み取れる言葉が含まれるみたいな、なんか一語っていうキーワードが入って、日本語だったら1は数字の1だよねみたいな、なんかダブルミーニング的なキーワードをチョイスするアルゴリズムを作るみたいな、とかわかんないですけど、まあなんかいや、ね、そういう後々の拡張で高さ情報はないなっていうのは入れるべき、うんうんうん、入れた方が嬉しいけど、はい、今までと概念的に変わらないようなやり方があるとうんだろうななんて、あれ見ながら思ったんですけどグローバルで発音でどういうふうにこう一般化できるかって考え始めると、なんかいろいろモヤモヤするんですけど、うんうんうん、多分彼らは彼らできっと関係ない産後のジジイに覚えコメントがなんかそうですね、関連するどのくらいのショータンメモリーかどうかですよね、今の話だと、うん、ここでパッと画面で地図を見て、うん、あここって言ってそれを口でファッと言うともスピーカーが拾ってくれるぐらいの、うん、そういう話なので、うん、まあそれはそれでありなのかな、うんうん、いやパッとこうワールドオブジェクト思考、あ、オブジェクト思考よね、なるほどね、この話やけどこれだけ盛り上がれるってある意味すごいですね、いや、やっぱみんなもう What's Love はみんな知ってる話で、うん、まあでもやっぱりソニーが出資するぐらいになったんだなみたいな、ちょっとワクワク感と、まあそれをまあいいと思う人もあれば、いやちょっとって思う人も当然いるっていう中で、そうですね、そうイメージしにくいのはやっぱりしやすい組み合わせをビジネスモデルって考えてるだけだとやっぱ僕は思いますよね、うん、それは金になるっていうだけで解決するんじゃ、うん、お金が回れば我らはいいんじゃないかなと思います、うん、一時期あれですよね、 OSM の、標準のサイト、うん、OSM.org のサイトも、短縮コードのところにあっ釣りワードついてた時期あったのに、ありましたね、いつの間にかされましたっていうやっぱブラックボックスな仕組みは許さんみたいな意見もあるので、今オープンマップの標準サイトにはワッツリワーズの短縮コード発生機能は外されてるはず、そうですね、短縮、そう URL いかに OSM で作るかっていうの結構実は大事で、それをこうね SNS とか
短いあのワードで示さなきゃいけないときにどうするかっていうのは、ね、そもそも連続してる空間を離散化するっていう時点でもうだいぶ無茶があるんですよね。うん、だからタイルみたいな成功例なんだけれど、あの3メートルの四角が受け入れられるかどうか。割とそういう意味で、はい、僕はスケール対応とかしなくていいかなって思って、うんうん、やっぱりそこはもう、使い用途限定この制度にで議論するときだけ出てくる、うんうん、What's yours だけど、うんうん、それが人なのかドローンなのか、まあ、別にして、うんうん、そのスケールで機能するものだけにちゃんと届かけばいいかな、うんうん、でも、うん、あと今そうですね、コメントもありましたけども、対象の目標物だから持ち物の単位で、うん、そのサンゴだったらサンゴ割り当てるっていう、うん、なんかインターネットオブシングスの初期の概念じゃないけど、うん、やっぱりなんですかね、なんかあの短縮 URL ってさ、あの Google なんかもうやめちゃってるじゃないですか。いや、今あれですよ、あの、アドレスプラスってまた Google 再チャレンジして、あ、そうなので、そう、ああいうのなんか永続性結構心配で、そう、まあ、でも本当にそれはそうなんですね。そう、だから結局まだベストなのは出てないし、チャレンジングなのもいくつかあるけど、でそれこそ上田さんがまとめてくれたサイトもあるし、うんうんうん、でもそう、いまだにこう、まあ、自衛隊は UTM カード使い、うんうん、まあジオハッシュ使う人たちもいれば、ウーバーヘックス最近使ってます、ね。ああ、そうですね。そう、でもジオヘックスはジオヘックスだった、笹田さんのもあるし、まあいろんな提案がされてて、なんかちょっと戻ったり、あのまたブラッシュアップされたりだけど、やっぱりパーフェクトなものって、うん、いつか出てくるのかですかね。ちょっとまだ、うん、うん、決めがなんかないです。住所っていう考え方そのものをより使いやすくしようみたいなことは。あるにしても、うん、こう今の日本の超長目と外区レベルでの話も、海外で主流なストリートアベニューのハウスナンバーみたいな仕組みで、うん、パーフェクトでは全然ないので、はい、うん、そこの変え方の課題みたいなものはなんか劇的に変わるタイミングがあるのかとか、うん、あるんですかね。一時期なんか答えに近づいてる感はありましたけど、なんか最近停滞してる感があって、まあ、スリーワーズ昔からまああるっちゃあるので、うんうん、なんだろう。でもここに集合みたいな、ここを指し示すことって未だにみんな苦手としてるじゃないですか。未だに。なのでまあワッツリーワーズはそういう意味で言うと、まあ、シンプルではある。ここ。とりあえず隣3メートルずれてるかもしれないけど、ここに来いっていうピンポイントの指定の仕方はしやすい。サンゴでできちゃうっていうあれですね。いや、なんかオリエンテーリングとかでそれやってみたいのかもしれないですね。新たな、新たな、それこそ多分上田さんもいろいろまた考えてると思うけど、あの新しいこう一時短縮コードなり住所体系が出てくるの、出てくる、みんな出していかないといけない、うん、ないんだろうなと個人的には思っているんですけど、すみません、僕も出してる。いや、はい、はい、なんていう話をして、うん、はい、一応議事録、はい、というか、はい、メモは議事録じゃないところですけど、議題、他は今週の今週ジオメディア、こうなんかしますけど、今週の交通、交通ジオメディア、僕はあの九州に行ってきました。九州の運輸局のイベントがあって、オープンデータと、はい、まあ、GTFS ですよね、をあの、まあ、九州にこう布教するっていう布教まあ会があったんですけど、はい、実はその九州運輸局の会は結構その本省の課長さんもいらしたりとか、あとこう中津川市の市役所の職員さんなんですけども、一人で全部やっちゃった人とか、あとは、まあ、あとはバル研究所の大橋さんとか、うん、あの割とキーマンが皆さん揃った場だったんですよ。で、まあ、そこであの九州ぜひやりましょうって話をしたときに、結構また反応が地域的に良くて、今あの
九州産工、あ、熊本産工っていうその熊本のバス会社もぜひうちはオープンでやりたいっていうのをおっしゃってたりとか、うん、大分のバス会社なんかも結構前向きに考えてたりとか、あと佐賀が今実はもう始めてるんですね、うん、佐賀県が温度をとっても佐賀県内のバスを全部オープンデータにしようということをやってて、それがもう実際あのなんていうか動いてるので、もう動き始めてるので、うん、そういったところでもうリアリティもあって、であと最後西鉄どうするのみたいな、僕はでもある、そうですね、その最後のあの、はい、座談会のところに言ったんですけど、あのあれ勇気のある発言でしたねとか言われて、あ、そっか、みんな西鉄って言えないんだ、ここまで周りは来てますけど西鉄どうしますかみたいなあ、こういうことってきっと言っちゃいけないんだなと思いながら、はい、そんな感じの場でした。あ、でもなんかあの実は九州って今までオープンデータを作る動きはいろいろあったんですけど、うん、オープン化っていうところですごくこうためらいの皆さんあったんですね。だけれどなんかオープンっていうのになんか急にこう舵を切った感じがあって、それは佐賀県であったりだとか、あの福岡県の、町があのオープンデータ北九州、いや、データ作っただけじゃなくて、すみません、あ、失礼します。なんかオープンをついに始めて、標準データがオープンになって、佐賀で見ると GPS のデータもオープンにするように進んできて、すごいですね。なんかちょっとここはもう少し火をつけると今九州暑いよみたいなのが、あの言葉だけじゃなくて本当になるんじゃないかなと思って、ちょっと今ワクワクしてます。なるほど。佐賀は行く予定は、佐賀だから来週行くんですよ。来週はあのコードフォー佐賀がまさに、はい、オープンデータ、交通のオープンデータを使ったアイディアソンをやるんですけど、で、まあ、去年もあのシビックかな、シビックテックフォーラムで、アーバンデータチャレンジで、佐賀県は交通データ、事故データを使ったじゃないですか。それはすごい反響ありましたね。あれの、まあ、だから彼らは実は1年ごとにテーマを決めてやるんだみたいなことを、なんか、本当そうだったか知らないんだけど、今言っていて、今年はその公共交通データでやるって言っていて、なので、まあ、今年はデータが出揃ったので、それをじゃあどう使うんだって言って、なので、ちょっとアイディアソンと言いながらも、僕もちょっと技術的な話をいろいろしたいなと思って、そうですね、やっぱりちょっとね、開発に関するノウハウみたいなのを共有しつつ、アップデートしつつしなきゃいけないんだと思うんですよ。さあ、土木学会の方もそうなんですよ。あえて自分から突っ込みますけど、ちょっとそこのキータにも GTFS っていうタグのついてる記事がちょいちょいで始まるんで、もう8割ぐらい僕かもしれない。ちょっとやっぱりそういうこうノウハウをこう貯めていく段階かなっていう気がしてますね。はい、そうですね。いやだから、自分でもちょうど昨日も作ってましたよ。そのオープンデータからジオ JSON を引っ張ってきて、クリックするとなんかジオ JSON で地図が、路線図が表示されるようなシステムをちょっと作って、それで、あの、あ、コード書くと人間性が回復される人間性の回復にはコードの、そうなんですよ、まさにそう、コードが必要だとやってたっていうのが昨日の僕のすごく楽しい時間でした。なるほど。そうですね、 GTFS がタグ付けされた、ま、日本だと聞いたニュース記事だし、メディアムとかどのぐらいあるんですかね。メディアムどうですかね。僕もどうだろう、話したことないな。ちなみに GTFS 兼、はい、GTFS、ポスト GIS で検索すると僕の記事が結構上に出てくるんですよ。少なくとも GTFS だと、はい、まあはん、パッと見まず半分以上は、ニアリストさんが。あ、でも、はい、だけどそうじゃない人も書いてる。書いてる、書いてる。すごいですね。で、なので、ちょっとここはなんか盛り上がってきたじゃんって言って。いいじゃないですかね。なるほど。おお、しかも結構、うん、バラバラというか、うん、あ、特定の人物で、うん、2人じゃなくて複数名。へえ。なんかね、本当にやってる人もいるんですよ。普通に、うん、アプリ作り始めてる人が出てきたりとか。おお。これ、ね、キーワード入れればいいですかね。11記事ある。うん、あ、でもそのうち僕ストック済み4だな。ちょっと狭いですね。狭いですね、まだね。まあまあ。そんな感じで、GPS をデータベースに突っ込んで、ジオ JSON にして吐き出すのがね、結構やれるようになってきたので。あれじゃないですか、そろそろアドベントカレンダーの季節になったので、
GTFS だけのアドベントカレンダーがついに今年はできるかな。標準的バスフォーマット。一人でも書けないからどうですか、ミディアムだと。ミディアムだと、トータルとは出てこないのかな、カウント。あでもまあ、日本人はパッと見やっぱ出てこないですね。あでもちゃんとあるんですね。記事としてはありますね。あちゃんと GTFS タグありますよ。あタグある、うん。タグは存在している。あそうか。タグだとね、あれ分かりますよ、多分。何記事書かれてるか。ポチッ。これか。これで、あ一1個しかない。あ、GTFS? タグをちゃんと使ってるのは。なんか今のところ1個しか。ああ、なるほど。23あるらしいです。おお。タグが使われて。あとね、GTFS リアルタイムで使ってるタグもあるらしい。そう、リアルタイムっていうのは、まあ、GPS の情報を垂れ流してる企画があって、もうそれ見ると本当に今この瞬間どこ走ってるのか分かるんですよ。なのでこれ結構面白くて、それをスマホのアプリとかに、まあ、ただただこう流してるだけでも結構楽しいアプリになるかなっていう。なるほど、わーって記事多いな。なのでちょっとこの交通の世界のこうデータが出てくると、事業の世界でようやくまたこうくっついてきて、こんな楽しいですね、アプリとか。なるほど。いやレイテストストーリー2つぐらいし今リアルタイム、うん、佐賀の方もこうデータ、まあ、ちょっとあれですけど、ね、入れてる、うん、で、まあ、佐賀をこうクリックすると時刻がこう出てきて、もう佐賀をクリックするとこうそのバスの路線がちゃんと線として出てくるみたいな、うん、まあ、お試しアプリなんですけど作ってみたって。ライブラリーはリーフレット。あそう、これはリーフレット使ってで、これをなんかマップボックスにした方がいいんじゃないかみたいな話を、なんか自分の中で悩み始めてマップボックスの方がかっこいいんじゃないのかな。まあ見た目はかっこいいですね。どっちがいいんですかね、教えてください。マップボックス GLJS ですかね。個人的には最近マップボックス惜しい、気に入ってるのが惜しい、惜しい、はい、うちの学部のサイトもマップボックスに、はい、そうですね、はい、あれは無料でずっと使えそうなもんですか。アクセス数によりますけど、あ、まあ、それでもあれですね、マップボックスのサイトにタイルセットとかを入れて配信する場合ですよね。そうですね。別に JavaScript を 単独でというか、それを使う場合は全然、はい、そうです、はい、オープンソースなので、まあ、僕のアカウント名バレバレなんですけど。でも一応それなりにちゃんとピン立てて。なるほどね。じゃあマップボックスいいかな。マップボックスいいですよ。いますかね。リーフレットごめんなさい。いやいや、リーフレットでは、まあまあ。はい。わかりました。モバイル用だと。でもそうね、結構いろいろできるようになってきてる、ね。そう、楽しい。すごい、そう、楽しいんですよ。マップボックススタジオもガリガリ今使ってるんで。うんうん、色合いとか文字サイズとか自由に決められるこの自由さみたいな、うーんとか、あと、まあ、言語も含めてですけど、どの情報にどういうふうにアノテーション載せるかとか、なんか昔の GIS 使ってるみたいな感じ。ああ、はい、そうですね。この業界の人には楽しく、うん、一応ポイントとしては駅のアイコンめちゃめちゃでかくしてみたいなんですけど、最寄り駅からどう行けるかみたいなの日本人大事なので、はい、なんていうカスタマイズするときすごい良かったです。Google にはない良さですか、はい。ここまで細かくそうですね、決めることができる。そうです。僕も最近ちょっととある仕事で使い始めていて、特に3次元建物の表示とか、こう 3D 化、いやめちゃめちゃ早いですよね、やっぱり、うん、ベクトルタイル化してちゃんといくと。うん、東京ちょっと今試しに、そうですね、23区全域をやってみている。なるほど。まだあれですよ、はい、なんですか、あの
お台場のフジテレビとかめちゃくちゃです。ああ。複雑な 3D 形状はまあちょいかなって感じですけど、うん、でも早いんですよ。ある程度ね。そうそうそう。できるで、あれがちゃんと出るようになると。なんていうので、あっという間に、もう何ですか ?8 時間。おー、1時間。1時間。喋りましたね。はい。はい。あと、なんか喋り足りないの、あと、この、あと1週間、来週までの週間、予告編は。ああ、僕はあれです。インドに。SOTM アジア行ってくるので、初バンガロール。気をつけてください。行ってください。まあ、フォックスのアジアオフィスがある。オフィス、アジアオフィス始まると。その前の日に Google インドオフィスも。おー、いいですね。予告って言ったら G 空間エクスポ。ああ、そうだ、今週。今週末、木曜日から。そうだ、そうだ、僕だからそう、インド行っちゃうから、全く行けないんですよ、お台場。瀬戸さん、なんか関わりあるんですか？初日は G 空間情報センターユーザー会のお手伝いを。CSIS シンポジウムが、土曜日にあるんですが、この日から実は僕は都市計画学会に行かねばならないということで、託して。あの大阪市大の吉田先生に教授してドローン関係なんですけども、はい、頂戴いただく予定ですね。うん、そうですね、そういう意味では土曜日に都市計画学会がいつもアーバンデータチャレンジの加賀、石川県の加賀に僕が寄って行くことになるので、お疲れ様です。はい、そんなエクストリームな感じで。すごい、西場さんが G 空間エクストリームが。言われる、貼ってもらった。よくまだ続いてるよな。ミクが消えた。ミクが消えた。消えた。公式サイト。あのミクの絵はもう復活しないですかね。どっかに。あ、なんかでもあれでしたよね。こう。あれ、あ、あった。あれ。最初なんかだから全面に載ってたんでしたっけ。いや、僕もその瞬間で見てたんで。そうかそうか。そういうことか。ちゃんと絵は残ってるんですね。大丈夫なのかな。プログラムどこ？あ、シンポジウム。こっちか。あ、でもトップ、そうか、トップに、うん。あ、トップに来てる。ですね、あ、ね、あれ、なんかサイト変わりました？あれ、なんか、なんか変わったんじゃないですか。変わりましたね。僕も途中聞く、いろいろ、いろいろ、いろいろダメ出しがあった、ありましたけど。なるほど。ミカ復活したんです。うん、来週どうなるか、来週とか今週か、なんかいろいろありそう、なんかいろいろまあいろいろシンポジウムもいっぱい、多分時空間はかぶってあるみたいですけど、僕は海外逃亡してます。はい、いいな。ですかね。あと何かないか。時空間エクスポの中であれかな、チリンチズパートナーネットワーク、ああ、そうですね。ユーザー会社ですね。そうですね。うん。なんかルードアラフさんすっごい。あるはずなのに、みんな、そうですね。なので、来週の月曜日は、お休み。かもしれない。僕がいないんですね、ここに。はい。なので、伊藤さんもいない。私も、伊藤さんもいないので、瀬戸さんと、来週から関さんがついに合流しますが、2人でやるのか、2人やるかどうかは話しない。寂しくないから、ここにある機材好きに使っていただいて。なので、再来週はそういう意味で言うと、4人揃う、ついに。そうですね、最大。と、和田さんが来る。グラグリットの和田さん。ああ、和田さん。とかまあ、入るのか。だんだんちょっと、いや、だからもう、ここら辺立ってますから。少しも考えちゃう。なんかだんだん。カメラみたいな広角に広角でとうとうスピーカー大丈夫、大丈夫、マイク、はい、という感じで、じゃあ皆さん、良い時空間です。はい、良い時空間、お楽しみください。はい、じゃあさよなら。じゃあ、からまた、よいしょ。これで配信のでどこまで配信ストップ終了。なるほどね。